今日は高見山に登りたいと思います。この赤い橋が目印です。高見山登山道、ここが登山口です。飛騨の登山口。最初はつづら折れの階段が続きます。今日はめちゃめちゃ天気いいです、前と違って。さあ2回目の高見山、楽しみです。どうでしょうね、雪めちゃめちゃ積もってたらいいですね。まだちょっと雪遊びしてみよう。高見山登山道、高見山山頂まで 3.1 キロ。暑いんでまた脱ぎました。やっぱりめっちゃ暑いですね。ワークマンのブロックフリースを一番下に着て、ユニクロのポケタブルパーカーを1枚着てます。2枚です。お、この辺から雪がちらほら見え始めてます。はい、これは期待できますね。平坦な道に出ましたね。高見山は関西のマッターホルンって言われてて、霧氷とか樹氷がめちゃめちゃ綺麗な山です。今日は霧氷とかついてるかな、めちゃ楽しみ。前ついてなかったんでめちゃめちゃ楽しみです。これはめっちゃ期待できそう。テンション爆上がりですね。水の音が聞こえてきましたね。あの水場かな。ちょっと粉雪が降ってきました。雪を踏みしめる音もバキバキ始めました。高見杉が見えてきました。避難小屋ですかね。やっぱ雪があるとちょっと違いますね、雰囲気が。いい感じ。ちょっと中見てみます。こんな感じです。育成草高見杉、高見山山頂まで 1.4 キロです。登っていきます。高見杉過ぎてもまだ、アイゼンもまだ大丈夫でした。今日はこんなとこに石石、おふくとでかい石を置いてきました。土台に気温もぐっと下がってきて、今の手袋つけました。行きましょうか。あのマジフィエって書いたとこから少し上り坂になってます。短い周期で2回目来てますけど、やっぱりいい山ですね。おすすめです。この木の地点に来ました。リベンジしようかな、リベンジを。こっちなんですけど、こっちからどうしても越えたい。ここでアイテムつけました。
こっちからも行けます。踏み跡がついてますね。もうちょいで平野分岐かな。めっちゃ楽しい、このボフボフ感、チェーンスパイクの。あ、上に行く道と下に行く道あるんですけど、下行きます。分岐です。杉谷平野分岐、高見山登山道、高澄温泉からスタートしてこう来ました。前と一緒で、ここは現在地で、ここが高見山なんでもうちょいです。杉谷で今来た道が平野高澄温泉。前回この場所めっちゃ風吹いてたんですけど、今回は全然ですね。高見山山頂はこっちです。道なりに登っていったら行きます。あの看板がありました。ゴミを持ち帰ってください。おお、めちゃめちゃ綺麗。ついに念願の樹氷、国見は神武天皇がよじ登ったっていう。最高ですね、この雪景色。天気めっちゃ良くなってきたし、息子いは左約100メートルある。どうかこれ、どっちでしょうかね。ゆるぎ岩、三度となえればこの岩がゆるぎ出したと言われている。この雪めっちゃ綺麗やな。めっちゃ綺麗。笛吹岩に到着しました。笛吹岩からの景色が素晴らしかった。おお。ではね、またここで歩きます。笛吹岩で笛ラムネ行ってみます。トンネルや、トンネル、樹氷トンネル。
からの大甲大峰の山々全部見えるんじゃないですかね。今日は大噴煙岳とか三条ヶ岳とか、この辺雪化粧してめちゃめちゃ綺麗。神山さんに到着です。キティちゃんがいます。よし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 、目が一個飛んでっちゃってますね。高見山1248メートル、ここ下っていきますね。綺麗。ちょっと下っても行ってますけど、めちゃめちゃ綺麗。おお、綺麗。大峠の方にちょっと降りていって、今見てきました。めちゃめちゃ綺麗です。景色が。ここからの景色がめちゃめちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。山頂は結構強風が吹いてて、ここへ行くの終始今日は晴れててめちゃめちゃ良かったです。まあ今2月入って2日目ですけど、なんかこの後寒波が来るらしくて、また2月いっぱいは樹氷楽しめる感じですね。高見山は初心者の方でもチェーンスパイクだけは絶対ちょっと必要なんで、チェーンスパイクだけちょっと用意して行ったら結構楽しいことになると思います。ちょっと標高下がったらもう木に雪ついてないんで、やっぱりちょっとの差はないよなって感じました。
北西ランド東京まで戻ってきました。この熊が目印になる。気軽に登りたい方は大峠っていうところから1時間ちょっとで登れます。高崎温泉まではノーマルタイヤで今日は行きましたね。チェーンつけなくても大丈夫でした。大峠まで行かれる方は車のチェーンを持っといた方がいいかもしれませんね。高見杉付近で外しますね、チェーンスパイク。この水の音が癒されますね。こんなんが癒されますよね。雪道ならではの感じがします。このシリーズ面白いです。高見杉に到着しました。お、何？やっぱり普通の登山靴が磨くですね。油断大敵や。そういや、無氷バスとか樹氷バスとかあるんかな、今年も。どうなんやろ。もうちょいですね。笛吹岩から山頂までの景色、樹氷のトンネルとか山頂の景色はすごかったですね。まさに絶景やな、雪景色。違うコースでもまた行ってみたいですね。大峠とか杉谷とか。ほんま今日はよかった。樹氷、無氷、高見山、よかったです。今回は高見山の紹介でした。バイバイ。さあ、あとは高澄温泉入って帰りましょうかね。